はい、こんにちは。サルウィンです。いきましょう。イースクスト2というわけで、の実況をしていきたいと思います。561日目のログイン&日記でございます。わー、出たー。この格好。思ったけどさ、まあ、バブーっていうほどの年齢なのかちょっとなんとも言えないよね。幼稚園児って普通に会話できるんじゃないなんて思ってみたけど、それは用語なのかな。はい。まあいろいろありますからね、世の中にはね。いろんな趣味思考が。右。ピッカちゃん、なるほ。おいでガールズトリー。ワンちゃん幼稚園の方が良かったなって言ったね。B 型ガールズペア。C 型ガールズペア。いぶき先輩みたいにかっこよく。リオティンが来るだけでもなかなか熱い展開があったかもしれない。まだでもチャンスはある。朝もおはようからいただいたところですが、そして充電もあまりないのでして、そして P 上限解放パスが切れてるんですけども、どうしようかな。ちょっとだけずらしたい気もするんだよね。ちょっとね、今ぶっちゃけて言うと重要じゃないじゃないですか。ぶっちゃけて言うと今結構重要じゃないの。なのでまあね、対戦数は常に稼いでいきたい人ではあるんですけどもね。そうなんですよね。すごく眠い。昨日8時間ぐらい寝たんですよ、私ね。珍しく8時間ぐらい寝るのに眠いという。で、今、コスイベがあって、で、特訓が12日からでしょ。まあ、特訓入ってから、やっぱ特訓中と協力戦中が重要なんですよね、このね。P 上限解放パス、対戦ポイントと協力戦ポイントが6になると。そうそう、これあとね、そう、これもまあ言ったらアドバイスでいただいた話なんですけど、実際、結構なんだろう、強くなるための秘訣的なやつの一つじゃないですか、これが確実に。まあ、ステラコインがたまんなくなるというね。ただ一応ね、毎月いただける、300ステラコイン毎月いただけるので、はい。なんでね、まあ、ぶっちゃけ無課金でね、常に導入し続けることができて、その代わりステラコインたまらないんで、ロックオンガチャとかが引けない。まあ、他にもステラコインの使い道はいっぱいありますね。バースデーに使ったりとか、まあなんかいろいろと、まあコスを買ったりとか、いろんなことにも使える便利なステラコイン。毎月300ずつ手に入るんで、まあ貯めていけばね、年間で3600くらい貯まるのかな。合ってる？だけど今私眠いから算数できないかもしれないけど。そう。まあだから一応ロックオンが3000とか2000とかが一応初回2000とかですよね。私それでさとかちゃんのロックオンやって、まあこのキラルのね、引いたんですよね、奇跡的にね。まあ2回目はこけたんですけどね。はい。まあそういうね、やり方もありますが、まあでも今となってはもうね、P 上限解放パスがないと生きていけない体になっちゃったんで、まあ言うでこういう平時はいいんですけどね。まあ対戦中だったりとか、協力戦中は、ぶっちゃけこれを導入することによって、まあね、探索エリクサーは関わらないですけど、協力戦エリクサーと対戦エリクサーの節約ができて、毎月の貯蓄を作っていけるようになると私は思うので、まあ、これは多分必須なんじゃないかなと。特に無課金でやってる人だったら、まず絶対やった方がいいかもっていう。まあ、ただ、難しいですよね。でもね、結局ですよね。特訓イベントで頑張って、まあこれ私なりのやり方なんで、まあ参考になるかわかんないんですけど、というかまああんまり鵜呑みにしないでほしいかもわかんないんですけど、対戦中に 13,500、だいたいその辺ですね。そのラインに入って弱 SR 特攻を手に入れて、その弱 SR 特攻を持って、協力戦を頑張ると。で、協力戦頑張ってある程度の順位に入れるようになれば、はい、まあ最初はね、多分ある程度、頑張んないとですけど、慣れてくると、まあ、だいぶ温存、探索エリクサー、協力戦エリクサー温存しつつ、まあ、やれるようになってくるんじゃないかなと。で、ある程度の順位に入ることによって、まあ、いろんなものが、やっぱ報酬で手に入るわけですよね。私だったら、まあ、やっぱスクラッチが、とりあえず1000万スコアいけるようになれば、スクラッチ8枚確定できているし、そのスクラッチでいろんなもの引けたりするし、UR、エクレア手に入りやすくなるし、まあ、プラスアルファ他のものも出てできるんで、ベースが整うんじゃないかなみたいな感じですかね。なんか今もう一個なんか言おうとしたんだけど、なんだっけ忘れちゃった。そうですね。
まあ強化ポイントも必然的に貯まるかな。うん、いいですね。まあだから B 上限解放パスは結構有効なんじゃないか。ああ、そうだ、見かけたのがあれですね。協力戦中、あとはまあ探索エキスを節約するのに、まあまだだきっと、まだ多分有効だと思われるんで、一応ね、二方法というテクニックを使うとか、っていうようなやり方とかですかね。まあ細かい、なんかやり方とかいろいろあるかもわかりませんけど、とりあえずまあ B 上限解放パスは、かなり、まあ、有効な手段なんじゃないかなと私は思います。てか、相当エリクサー節約できてるはず。あとは、結局3個だと、まあ、1時間半かな多分、30分に1個だよね、多分基本回復が。なので、まあ1時間半とか以内にポチポチやるのが、まあ忙しいじゃないですか。まあ言うて私、協力戦中は1時間半どころじゃないけどね。多分結構暇があればポチポチしてますけど。なんですけど、まあ、10連が。なんでまあ、でもちょっとね、時間的な余裕が、まあそうだね、よく考えたら、まあそもそもだけど、協力戦中は、まあ30分に、ちょうど気は30分に1回は確認してるかな。まあ、一応ね、オブリをしばく、命令オブリしばくのにね、まあ最後のとどめとか刺したいしね、あんまりね、あの討伐失敗って出したくないんでね、まあまあまあ、でもそれでも、だから特に対戦とかは結構まったりやれるようになるかなっていう感じですかね。まあ終わる時間に追われにくくなるというところも結構なメリットなんじゃないかな。まあ全回復しちゃうともったいねえなとかなっちゃってね、特に私なんかは結構貧乏症みたいなのがあるんですぐ気になっちゃうんだよね。なんでそういうところがカバーできるから、まだ深いんじゃないかなというか、何よりやっぱエリクサーをこうキープできるというかね、だからすごくいいと思います。まあ、ただね、本当ステラコインの使い道、私はね、本当もうあんまり、まあ確かに結構ね、惜しいキャラとかの録音ガチャとか回したりとか、あとバースデーのやつとか、ケーキとか買ってあげたいなみたいなのがあるんですけど、まあその辺はね、まあ、我慢というか、まあでもある程度はなんか抑えられるというか、私はね、なので、私はまあ今は自分のこのベースを、大事にしていこうかなみたいな感じでやってますね。なんだっけ、何しようとしたんだよ。このぐらいなんかやることあったような。忘れちゃいました。はい。特にないのかな。ぶっちゃけで今日は多分ネタないよね。ないから、まあ逆に、いいか。P 上限解放パスの導入についてみたいな動画かな。それでいいか。というかまあ、そんな私もね、基本やっぱ、無課金かつ、自分では一切調べ物をしないというね、手探り縛りプレイという謎のプレイ、多分、これをやってる人は多分世の中に私しかいないんじゃないかっていうぐらいなんですけど、まあ、今のこのネット社会で、あえてこのネットを使わないというね、まあでもね、人からいただいたアドバイスは全部真摯に受け止めるというね、システムでやってるんですけど、システムなのかな。でもね、結局私の喋ってることって、結構皆さんから教えてもらったことの受け入ればっかなんですけどもね。まあ、それでも、始めたばっかの方とか、本当私の動画でね、始めてくれたっていう方もね、世の中にはいらっしゃるんでね。まあ、そういった方の、ね、お役に少しでも立てばいいな、なんていうところでございますけれども。ほんと特にないな。びっくりするとやることないな。まあ、またお着替えでもしたいなっていうか、さとかちゃんが着替えにしようかな。みんな、小春ちゃんのね、小春ちゃんのバースデー、まだ実は見てないからね。バースデーじゃねえや。バースデーじゃない。あ、それ、小春ちゃんのバースデーいつなんだろうね。ちょっと気になるね。小春ちゃんのエピソードね、まだ見てないですからね。4話あとね。まとめて見ちゃってもいいんですけど、これはね、みんな今各自でやってそうだからね。あんまりネタバレっぽくなるのが良くないかな。そして、あ、小春ちゃん10月30日バースデーですね。なるほど。委員会には所属しておりませんと。結構なんかツイッターで騒がれてたけど、騒がれてたというか、ちょこちょこ出てたんですけど、小春ちゃんってすげえナイスバーディーみたいな、なんかいろんな予測が立ててた人がいて面白かったな。ちょっと見させていただきますけどね。あの先生。伊達ではないか。伊達ではないな。まあ、大人ですからね。さとかちゃん。だがそれがいい。だがそれがいいんだ。というわけで、とりあえずここがビッておこう。ワンパンマンがいいな。スマッシュ。スマッシュ希望。さとかちゃん来た。強いぞ。
13万ちょっとでパンチ。ボイスがない。振って振って振って。力を集約して、いやーなんかすごい毒々しい感じが、バイオ的な何か、うん、やはり2番やむを得ないね。多分大体30万ちょいだからね。多分一番最後、ここが今7体目でしょ。多分10体目、うん、もう一人のティックちゃんは多分、うん、2番じゃなくて3番になりそうなんだよね。ワンスマッシュにしたいかな。よし、さとかちゃんの着替えでもショックじゃ。まあ、ぶっちゃけでもね、めちゃめちゃ気に入ってんすよ、これ。うん。まあ、一旦ね、一旦アクセレンドにして、まあ、やっぱ今これがいいですよね。これね、いいですよね。まあ、他にも、うわ、すげえ持ってる。さすが。さすがフルコンプしてるのかな、一応。現状フルコンプかな。まあ、限定とか、過去のやつとかはないんですけどね。あれ、サトルちゃん変身はとってたんだっけ、あれ何てたっけ、あれそう、なんか。あ、そっか、押すなのか。押せたんですね。なるほど。こうね、やっぱいい、いい衣装がいっぱい。てか、着たことないですけど、ありそうだね。こういうのもいいんだよな。結構好きですけどね。お揃い、誰だっけ、なんだっけ。割と好きかもです。誰とお揃いなのかちょっと分かっていない。私服。これは、割と好きかもです。これも限定だよね。限定というか。こういうの好きですか？嫌いじゃない。安定感ですね。うん、安定感だよね。安定感、安定感。なんかやらなきゃいけない使命感を感じた。こういうの好きですか？嫌いじゃないよ。全くもって嫌いじゃないが。ハイカルロマン。あ。そっか、これ普通のハイカルローンもいいけど、この桜がたまんなく良さそうだね、これね。これは割と好きかもです。これはね、すごい好きなんだよな。なんかなんでこんなにいいんだろう、いいのかなっていうか、よく感じちゃうのか。ドテラ、安定感あるです。ドテラやはりでも反転か。まああえてなんか似合わなそうなやつをあえて着せるというのもなかなか嫌いじゃないんだけどね。あと12回。よし、こっちがサスキ。こういうのもいいよね。お姫様感。和風なのもなかなかいいんだよな。嫌いじゃない。ニャンコ T シャツ。これ、落ち着くですね。いいね。嫌いじゃない。全くもって嫌いじゃない。レスラー、ヒール。どうなんだろうな。あんま女子プロレスって見ないけど、こんな格好してる人今時いんのかな。どうなんだろうね。ちょっとありえないです。ああ、そっか、玉も、なるほど、これの付属なんだね、このキュービの尻尾みたいなやつはね。へえ、剣士部屋。これ、着ないとダメですか。地味に実は露出が激しい剣士部屋。あ、このサプライヤーの衣装も好きなんよ。でもハイサプライヤーにする。これ落ち着くですね。髪型もキラロになっちゃうやつ。安定感あるです。でもこいつはあれだな。まあいいとは思うんだけど、やっぱハイカラロマンとか強すぎんだな、やってみると。まああくまでも私のね感じ方なんですけれども。で、下の方があれが、あのコラボ系だね。おほう、まさかこれを私が着ることになろうとは。ねえ。つうわけで、やっぱり安定はこれか。こういう力もあるのですね。ワンダーでマジカルな世界と言いましょうか。ワンダーでマジカル。まあでも今回はやっぱ覚醒。なるほど。こういう力もあるのですね。ワンダーでマジカルな世界と言いましょうか。まあとりあえず、やはりこれ。最初はね、結構。やっぱ元のピンクっぽい方がいいかと思ったんですけど、実は最近このカラーは気に入っていますね。さあ、アクセいきますか。髪、やっぱこういう帽子はね、嫌いじゃないよ。嫌いじゃない、ないがしかしだね。わあ、髪型まで戻っちゃったね。いいですよ、いいです
何でも作ればいいってもんじゃないですかね。女の子っぽいです。いいんじゃないのみたいな。ほほ、これはまた独特な趣が。趣はある、確かに。あ、それはやっぱりニューになってる方が違う。もっとバリエーションあるから。すごいな、髪型のバリエーションパネーな。これ好きなんだけどね、本当に。これ単純にこれ好き、単純。これは、うん、割と好きかもです。お団子ね、うん。なかなか興味深い。これでもさとかちゃんっぽくないんだよね、なんか。さとか感が足りないというか。どうなんだろうね、その言い方もどうかなって。うわー、これ恥ずかしいやつですよ。恥ずかしいかな、確かにちょっと恥ずかしいが、幼い感じですよね。女の子っぽいです。あ、これってなんかついてくるんだ、このなんか付属までついてくるんだ、なんか頭のこのね。なんかノーマルな髪型なくね、逆に。デホさとかちゃんの髪型どこ行った？これはなかなか興味深い。こんなにいろいろ髪をいじるなんてこっち来てからです。やっぱこれだよな、なかなか興味深い。好きなんよこれ。てかまだ通常さとかっちの髪型はどこ行ったんですか？あれ存在してる？あれ、ノーマルさとかちゃんの髪型ってどこ行ったの？まあいいでしょう。で、まあ、髪はこれにして、頭だね。まあとりあえずかな。毛耳。今回毛耳なしにする。ちょっと猫耳も良かったんですけどね。はい、これ組み合わせてきましたか。カラーリングはそうか。何パターンかあるんだよね。これでいくですか。何したっけ。まあね、獣じゃないんですよ、私ね。これでいくですか。獣ではないので。こういうの好きですか。デルウィング割と好きかもです。でもちょっと今回はね、そういう感じじゃない要線でいこうかな、割と。これだ。いいですね。いや、これでいくですか。こういうんじゃないんだよな。これでもないな。さとかちゃんっぽいのってなんだい？さとかちゃんっぽいのってなんだろう、むずいわ。リボン。なんか違うよね。でもなんかあんまりふざけたくないんですよ、今回。3倍さ。これでいく。こういう組み合わせで。これ結構好きなんだけどね。さとかちゃんに似合うかっていうとまだなんかちょっと違うか。こういう組み合わせできました。これか。いやー、これはまた独特な趣が。こういう組み合わせてきましたか。ないんだよな。なんだろうな。なんかさ、これでいくですか。なんかそういうんじゃないんだよね。髪型に合ってないんじゃないか。なんかないかな。組み合わせてきました。女の子っぽいです。女の子っぽいね。なんかそこじゃないね。さとかちゃんに求めたのはそれじゃないんだよな。こういう組み合わせてきましたか。若干でもふざけたいよね。おふざけ担当感あるからな。これ髪型も変わっちゃうのか。だから元の髪型も。キラルヘアじゃなかったんだな。いや、こういうんじゃないんだよ。求めてんだから、それで髪型も戻ってしまうやつね。なんかないかな。なかなか興味深い。そういうんじゃないんだよ。そうじゃないんだよな。ちょっと待って、確認さないと。これはなかなか興味深い。いやー、むずいな。超むずいな。なるほど。こういう形でアクションしたわけですか。なんか帽子でも、帽子にしますか。あ、髪だ。かわいいけど、ちょっと違うんだよ。左ヘアは落ちたし。なかなか興味深い。髪を含まない頭だけにかぶる帽子、意外とないな。頭だけに被る帽子って結構ないもんだね。ほら、例えば髪型を全部なんかリセットされちゃうんだよね。あ、あるね。一応この辺だけ許されてるやつか。探偵。女の子っぽいかな、これ。本当にそう思ってる。これでいくですか？え、帽子。これでいくです。なんか変なのついてるですよ。まさに変なの。こ
言葉にしづらい気持ちで胸がいっぱいです。こんなんあったんだね、冷えピタみたいなやつ。いや、うん、いやいやいや、なんだろうな。あー、その後頭髪になっちゃうね。もうすぐやる。これはなかなか興味深い。これだ。これでいくですか。お団子にお団子つけたらどうなんだろうね。お団子カバーにあるから、ちょっとそれやってみようちょっと。これは割と好きかもです。はみ出てる、貫通しておる、貫通しています。これはなかなか興味深い。これ嫌いじゃないな。嫌いじゃないよ。全然嫌いじゃない。女の子っぽいです。なるほど。ちょっと嫌いじゃないぞ。いや、ちょっと目立たんのが。なんかこれいいな。どうだろう。あんまでもセンスがいいかと言われると、でも結構これでけえな。思ってる以上にでけえな。そう。月のやつね。これでいくですか。なんか違うんだよな。これかなんだ、これは。なんか違うな。違うな。テントウムシだ。なんだろうね。なんかこれだっていうのじゃない。あ、これいいな。じゃあこれにしよう。なんか急にこれだって思った。なんかでもちょっと違うな。なんか足りないな。何かが足りない。何かが致命的に足りない。蝶々。パピオン。顔。言葉にしづらい気持ち。やらなきゃいけないしね。言葉にしづらい気持ち。猫。猫。これは割と好きかもです。あ、待って、髪型がさ、なんで髪型がいつの間に。なかなか興味深い。髪型に、しまった、さっきのこれか。アイマスクみたいなやつか。こういう組み合わせできましたか。これはもう。ゲームにあるか。そっか。ゲーム実況者だ。ゲーム実況者さとかちゃん。いや、やめようか、それみたいな。これは落ち着かないです。実況者だ。ゲーム実況者スタイル。女の子っぽいです。ね、実際女の子でこういうピンクのマスクしてる子いるよね。これはもうこれでいくです。真面目な話。意外と今これロッキーもこれつけてるんだけどね。どうなんすこれで。そしたらなんか雰囲気変わるわな。頭につけるも雰囲気変わるよ、これ。これつけるんだったら。探偵感出してきたやん。美少女探偵。でもな、この服だからね。考えてね。そう、この魔法少女みたいなさ、路線で行くんだったら、ちょっと待って。いろいろおかしいだろ、それみたいなね。この服も、じゃあだよ。魔法少女路線。これだ。いや、これあんまな、私これどうかなと思う人だからね。めっちゃ重くなるし。いいのかな。いや、あんまり良くないな。ないな。強いて言うなら。うわぁ、これ、恥ずかしいやつですよ。中二病。だよな、中二病感違うか。ないな。顔につけるのはないか。一回耳にしよう。耳。これか。前田ティッカちゃんにつけたけど。イヤリングいいね。でもあんま他にいいのがないんだよな。ヘッドホンはちょっとな。しかもヘッドホンつけると多分、髪型大丈夫だっけ。これは落ち着かないです。大丈夫か。こういう組み合わせてきましたか。ヘッドホンだけじゃないけどね。女の子っぽいです。なんかあるけどヘッドホンばっかだな。これでいくですか。これはまたチャキン。まあなんかさ、そのイヤーなんだっけ、イヤーウォーマーとか。ああ、そっか。あ、実況者じゃん。やっぱ実況者行く？別にグラスなくてもいいんだけど。これはゲーム実況者。いや、もういいって、そのネタ。ちょっと待って。まあ、でもなんだろうな。ヘッドホン悪くないな、ヘッドホン。言葉にしづらい気持ちで胸がいっぱいです。いいね、そうね。落ち着かないです。めっちゃ嫌がるやん。女の子っぽいです。女の子っぽいの嫌がるですね。この子はもう、お前
女の子っぽいです。うん。こういう組み合わせてきましたか。あ、ん？黒猫これ。黒猫？いやでもないな。うん、やっといて落ち着くわ。一回やめようか。うん、てか先これでどういう組み合わせてきましたか。これでよくねえで。で、お目目が、よし。真面目な外がちゃんとこう。真面目じゃねえな。モノク。パピオンマスク。な目も多分ないよね。これは人に見られたくない。そうな。これ何？うわなかなか興味深い。こんな眼鏡ありますか？一般的な眼鏡。これは眼鏡ですね。眼鏡だね。やらなきゃいけないこれ。ほほう、これはまた独特な趣が。絶対言えばんないと思ったわ。あれ待って、髪、あ、そっか、これつけてるからか。なんか割と普通だな。なんかもうちょっとやっぱり欲しいな、アクセントが。アクセント欲しいな。これは落ち着かないです。あえて白くする。言葉にしづらい気持ちで胸がいっぱいです。やめるか。さすがにちょっとあれだよね。こういう組み合わせてきましたか。ワンコ。これは人に見られたくないですね。あんまり目立ってないけどね。こういう組み合わせてきましたか。なかなか興味深い。なかなか興味深い。魔法少女的な話をするんであれば、いやでもここあれか。なかなか興味深い。あれ見てビルク姉妹みたいな感じになるけどね。大会にしとく。私もやっぱ中二感が否めなくなってるね。これ恥ずかしいやつですよ。こっちの路線で行く。ワンちゃんこれかっこ、なんかちょっとかっこいいと思ってたの私がいるんだけど。あ、でもちょっとまあサンバ感が強いな。サンバ感が否めないわ。愛で銃を持つ魔法少女。これはなかなか興味深い。一応自分の自前だよね。自前のやつ思ったけど、気になる系のこういうのってないのかな。これなんだっけ。これは落ち着かないです。これなんだっけ。ああ、ギターケースみたいなやつかな。やっぱこれか。嫌じゃないか。いやでも今回あんまデビュー路線じゃない。でもこの間までカマだったんだよね。こういう組み合わせてきましたか。なるほど、こういう形でアクセにしたわけですか。ですね。いやーなんかバトしないな。これでもそう、ちょっと可愛いよねこれね。なんだろうな、なんか一貫性がないんだよな。一貫性がまるでない。これ何、こういう組み合わせてきましたか。キャンプ行くかみたいな感じか。でも普通に嫌われたさ、この間これティッカちゃんにつけたんだよね。これでも嫌いじゃないんだよ、このバックパックみたいなやつ。悩ましい。やっぱこれか。これ恥ずかしいやつですよ。これダメ。これダメ。割と気に入ってんだけどこれ。いや、そうするとまたちょっと違う路線になるな。そう、無難でいくか。無難にね。女の子っぽいね。左手めっちゃあんな。右手少ないけど。これなんだっけ。こういう組み合わせできましたか。あ、結構でかいな。これで行くですか。めっちゃファンシー。こういう組み合わせできましたか。めちゃめちゃファンシーだな。こっちの方がカラー的になってるか。こういう組み合わせできましたか。ペットが今、で、この子がまあね、これでも、さとかちゃんだけなんだよね、この子に。このペット選べてんのがね。増えたね、ペットも。いやー、なんかあれだな。普通の仕上がりで終わりました。普通の仕上がりですね。普通かな。もうなんか、バックから入ってますけど。なんか、生えてるとこおかしくね。こういうことか。お尻から生えてて、こうにょ上にこうなってるから、にょろってなってるから、バックから生えてるみたいなね。これはある意味、なんかそういうテクニックかもしれないね。というわけで。じゃあ、いい時間になったんで終わりましょう。お疲れ様でした。皆さんの方のお着替え楽しみに見てはいかがですかね。ということで。あとね、なんかね、参考になったらね、前半の話はね。ではでは、さよなら、バイです。